はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回はジーマです。スミノフの姉妹品とでも言いましょうか。ですが、こちらの方は、韓国ではなく、れっきとした、原産国、ベトナムでございます。韓国よりは安心だね。で、値段が200円。容量が 275ml。原材料が、アルコール度数が 4.5%。これなんだ、原材料が、香料と酸味料、炭酸ガス。過去原材料の一部にリンゴを使用。としか書いてない。酒とかの、ウォッカとかも書いてない。これ何使ってるの？スミノフはウォッカって書いてあったからいいけど。香料と酸味料と炭酸ガスとリンゴしか書いてない。これなんだこれ。酒そのものもある。何も書いてねえぞ。何じゃこれ。まあいいや。いただきます。乾杯。なんだこれ。まあ、ジーマもね、多分ね、これね、酒動画で上げてると思うんだけど、ちょっとね、飲んでる。またね、久々に飲んでみました。これあれや、リンゴや。リンゴジュースの、ちょっと、なんか、雰囲気が違うリンゴ味みたいな。それに、断然スミノフに比べると、段違いで、炭酸が強い。のに加えて全然甘くない。ほとんど甘くない。若干甘いけど、ほとんど甘くない。ジーマ、ウィキペディア。見ると、果実酒がベースのリキュール。かつては、アメリカ合衆国のクアーズが製造していた。ジーマとはスラブ語で冬という意味である。かつて発泡酒であったが、中華人民共和国で生産されるようになり、果実酒ベースのリキュールという形になった。2009年11月に生産国が中国からベトナムとなり、2009年12月から栓抜き不要のマキシキャップに変更。容量も 340ml ボトルに一本化された。2013年には、275ml のボトルが販売され、ロゴも変更された。ああ、容量減ったんや、これ。てか、スミノフってこれ、炭酸入ってた、これ。スミノフって、そうや、飲んでって気づかなかったけど、これ炭酸入ってた炭酸入ってなかったよね、気がする。発泡してなかったもんね。炭酸ガス入ってないね。あ、スミノフって炭酸入ってないや。これ。見てみると、原材料がウォッカ、糖類、酸味料、香料、カラメル色素、黄色4号。あ、でも炭酸ガス含有って書いてある。若干入ってたんやな。ほとんど感じんかったけど。これは断然、感じるね。もうダイレクトに泡がブワーくる。
全然強い。で、ジーマっていうのは、2種類あるみたいなんですけど、ピンクジーマっていうのは期間限定であるみたいです。うん。で、どうでもいいんだけど、なんなのこれ。ジーマっていうのは何の酒を使ってるかわからへん。どこに書いてあるの？よう分からん。ジーマの原料。発泡酒、麦を原料に使っており、もちろんホップも使っています。へえ。麦の使用量が確か 25% ぐらい。へえ。なるほど、麦使ってんのか。いわゆるビールテイスト飲料的な発泡酒や。発泡酒で、なおかつ、それでも麦芽とか何にも書いてないんだよね。原材料。主成分は、香料と酸味料と麦、コーンなどの穀物から醸造したアルコール。はぁ、あ。まあ、いわゆるなんだ。ウォッカ的なことになるのが、やっぱり、ウォッカ的なの。と、炭酸と、なんだ、リンゴジュース的なの混ぜてんのかな。わからん。というより、ウィキペディアにも載ってない。クリアなビールをコンセプトにしており、麦芽ベースの発泡酒をチャコールフィルターで透明になるまでろ過しているって書いてあるね。つまり、発泡酒をチャコールフィルターでもう透明になるまでろ過して、それになぜか、香料でリンゴ、原材料にリンゴの一部使用って書いてあるから、リンゴジュースと若干混ぜてるっていう、意味不明な飲み物ですね。言っちゃえば。でも果実酒、ベースが果実酒って書いてあるから、まあいわゆるリンゴのリキュールなんやな。リンゴ発泡酒的な感じだよ。いや、まず、ちょっと酸味があるんですけど、まあ、リンゴですね。リンゴジュースのにちょっと酸味が強い、リンゴジュースの薄いやつを、炭酸が強いリンゴジュースの薄いやつを飲んでるみたいな感じ。それでてちょっと酸っぱいっていう。あ、喉越しはいいですけど。隅の風が甘くないっていうのはあるな。飲みやすい。これはまあ、うまい。
といえばうまいってこともないけど、まあまずくはない。スミノフみたいに甘くないから飲みやすいっていうのはある、うん、で全く関係ないんだけど、ここにあるんですけど、こちらあのかいわれ大根なんですけど、これなんであるかというとですね、まあ僕がかいわれ大根が大好きなんで、あのというのもこれなんでかいわれがね、あの好きかっていうと、あの闇金牛島くんっていうドラマがあるんですけど、それのですね、主人公の闇金の牛島くんがですね、あの、まあ、これを食べるんです。これを。それを見て、うまそうに食うなーと思って、あの、じゃあ俺も食ってみーよと思って食ったら、もううめえみたいな。それまでほとんど貝割れなんて食ったことなかったからね。なんか種の殻が入ってる。これね、意外とうまいんですよ。うん。貝割れ大根。ちょっとピリッと辛い、ピリッと辛くて、うまいって感じ。案外辛いんですよ。いただきます。このまま食うのが好き。うん。あ、辛い。辛いね。辛い。ああ、うん、辛い辛い、わさびみたい、わさびっていうかからしだ、うん、ああ、うわ、カレー、ああ、ああ、ああこれ、ああ、悲しいや、ああ、カレー、いわゆるあれですね、うん。冬の大根や。ああ、辛っ。冬の大根。大根おろし。これ大根おろしの辛さですね。辛しっていうより大根おろしや。かいわれ大根っていうぐらいやから。なんでかいわれ大根ってかいわれ大根っていうのになるな。これ育てたら大根になるのか。よう分からへん。かいわれ大根って大根なの？大根が、大根の発芽直後の、これ大根なんや。多分。多分これ育てると大根になるんや。多分。
ああ、そういうことか。かいわれ大根って多分、元は大根なんやろな。ただ、大根の、いわゆる、最初出た時に、ピャって、出た時に、その、芽が出る。その芽の部分を俺らは食ってるだけで、多分、ほっとけば、あの根に、太いのが多分大根ができるんやろね。おそらく。わからへんけど。多分。スプラウト。多分大根の、いわゆる根の部分を食ってる。根の部分じゃ、スプラウト食材でやるって書いてるから。スプラウトっていうのは何なのか。発芽した芽と茎を食用とする。もやしと同義語であり、穀類の、新芽作物を一般を指す語である。はぁ、あ。まあ、よくわからん。かいわれ大根っていうぐらいだから、多分大根なんや。そのまま育てたら、多分大根になるんやけど、あえて、その、根の部分を育てずに、いわゆるその、土とかないじゃん、これって。かいわれ大根って。あえて土を入れないで、根を下に潜らせないようにして、芽だけを出させて、で、それを食うっていうのが、いわゆる、かいわれ大根なんですよね。美味しい。辛いんだけど、やっぱ、うまいですね。案外、美味しい。もっとビヤー伸びてくれると、うまいんやけど。結構美味しいんですよ。もうそのまま、バグバグってくると、うまい。しかも値段がね、あれ1個で、39円ぐらいやったかな。だいたいそんぐらいです。まあだいたいもやしと同じぐらい。でも、ぶっちゃけて言うと、もやしの方が量多いしね。食べがいがあるよね。もやしは安くて、健康にもいいし、量もあるし。シャキシャキ美味しいし。このジーマもちょっと不思議な味だよね。リンゴジュースと言われると、はぁ、リンゴジュースなのかなぁと思うんだけど、なんでしょうかね。何か言われないと多分、何の味ってなる。多分リンゴジュースの味でもないんだろうな、これな。不思議な味だよ。まあ、もともと発泡酒っつうんだから、いわゆるビールのみたいなもんなん。これ、リンゴジュースかな。リンゴジュースとも思えないんだけど。これ、何ジュースなの？何ジュースっていうか、これ、何の味なのかな？わからん。リンゴジュースっていう、リンゴって
が入ってるのはわかるんだけど、これリンゴジュースなのっていう感じはあるよね。これは甘くはないっていうこともないけど、まあ、ほとんど甘みないですね。コクもねえけど、まあおすすめはしないですね。値段が200円で、まあこの味だからまあ。2233です。ご視聴ありがとうございました。